んばんは、カインズです。カインズです。はい、今日はですね、前回の動画でルーザーに行って、その時の収穫、ちょっと変わってきたものがあるんで紹介したいと思います。こちらです。じゃん、マヌカミツですね。簡単に言うと、蜂蜜です。これまあ、結構高くて、これだけで、7000半ばくらい、7000ちょっとくらいしたんですけど、これはすごいんですよ。これからの季節ぴったりですよ。喉が乾燥するとき、喉が乾燥して、風邪になっちゃうとか、あると思うんですよ。喉からね、喉からの風があると思うんですけど、その時に、これが効きます。あと、口内炎とかにも話によると、効くって言ってたんで、多分効くんでしょう。で、おまけでちょっとこちらもらってきたんですけど、どういうものかね、ちょっと紹介したいと思います。ちなみにこれ、賞味期限が、2016年4月5日って書いてあるんですけど、あんまり関係ないみたいですね。これ過ぎても大丈夫って言ってたんで。はい、スティックタイプにしました。こっちの方が何かと一人暮らしにはいいんじゃないかなと思うんです。スプーンいちいち洗わなくて済むしね。携帯できるしね。いいと思います。はい。これが、90本入ってます。ここに入ってます。じゃあ、とりあえず1本いただきます。濃厚です。そんじょそこらにある蜂蜜とは訳が違うんですよね。うん。はい。マヌカミツ、スティックタイプ、買いました。これからの季節にぴったりだと思うんで、ちょっと値段かかるかもしんないですけど、効果は絶大なので、そうですね。この季節、あってもいいと思います。カインズおすすめです。ではまた、カインズでした。またね。なんでしょうね、このカメラの方がね、先が見えるんだよ。そうなの、カメラの方が見える。カメラの方が見えます、ね。本当だ。すごいね。すごい。